どうも、猪島です。先日タカラトミーから出た新ホビー、キャップ革命戦士ボトルマンをご存知でしょうか。ペットボトルの蓋を飛ばして遊べるシューティングホビー、SNS でもトレンドになって、早くもネット予約が品切れになっているとか、この背景にはあのビーダマン世代の懐かしさと熱い気持ちが呼び覚まされた一因があると思います。今回は数あるビーダマンのタイアップアニメ漫画シリーズから、この漫画バッキュー連発スーパービーダマンについて語らせてください。なぜなら私直撃世代だから。やっとこの漫画語れます。おもちゃの番宣漫画と侮る流れ、コロコロ伝統のホビー漫画の完成形の妙をねっとり語らせていただきます。まずは簡単なあらすじ。主人公はビーダマンバトルをこよなく愛し、熱いビーダマシを持つ登坂卵。西部ガンマやサラーなど数々のビーダーと切磋琢磨し、全日本ビーダー選手権の優勝を目指します。こんな感じ。ビーダーってなんだ、ビーダマシーってなんでしょう、考えぬるな感じろです。いかにもコロコロホビー漫画前とした感じです。この世代のホビー漫画の特徴としては、世界観は現実、大規模の大会がある、科学技術が詰め込まれている、悪用しようとする組織があるなどなど挙げられますが、スパビーはこの辺全てを程よいバランスで踏襲しているので、95年代ホビー漫画の入門としてもふさわしい漫画でしょう。ではその魅力とは何なんでしょう。まずはキャラクターの魅力でしょう。主人公の登坂卵はまっすぐ単純、天然、体力バカ、身体能力を生かした脅威の締め打ちが得意。必殺技はキャノンショット。指でホールドパーツを締めるだけでなく、足を挟むことで脅威の威力を生み出す。どれぐらい脅威かっていうと、海に沈んだ状態で船についた部位をぶっ飛ばすぐらいですね。そしてライバルに当たる西部ガンマ、西の連射王、スナイパーガンマの意味を持つ連射早打ち射撃のプロだ。また戦略家としての一面もあり、チームを勝利に導くきっかけを作ってくれます。しかも開発能力を持っていて、実は結構ハイスペック。関西弁とベストの組み合わせがいいですね。犬島一番好きなキャラです。この二人を紹介するとサラーも語るしかないでしょう。アラブ石油王の王子、いきなりぶっ飛びましたね。アラブ石油王の王子、いきなり設定ぶっ飛んだんですけど、本当にいいやつなんですよこいつは。変化球を使ったトリックプレーが得意、冷静かつ情熱的な一面が魅力的です。中盤での成長物語が結構面白いんですよね。他にも魅力的な仲間がいっぱいいるんですけど、基本的にはこの3人がチームを組んで全日本ビーダー選手権に挑むのが物語の本筋。卵は見た目通りだし、戦略家のガンマも直情的、サラーは冷静に周りを落ち着かせる役どころですけど、精神面でちょっと脆いところがあったりとか。普通熱血パワータイプと冷静連射タイプでいくかと思いきや、両方熱血タイプってのが結構珍しいですよね。というかこの2人が基本的にバトル強すぎてちょっとおかしいところが面白いところ。これらの配役の妙が、次に説明するバトル描写を爆発的に面白くします。はい、というわけでバトル描写について。やっぱりホビー漫画はバトル描写の厚さが全て。この漫画のいいところは、ビー玉を飛ばすだけのビー玉に対してバラエティに富んだ戦いを提供することで、キャラクター物語の魅力、そしてビー玉自体の魅力を爆発的に引き出します。序盤だと重りにビー玉を当てて陣地取りをしたりするんですが、後半になるとサバイバルゲームみたいに本格的なフィールドで打ち合う大胆な試合展開が面白いです。しかもフィールドも海とか神殿、ピラミッド、廃墟とか様々なバリエーションで読んでいてマンネリしない。これは勝負のルールが曖昧なビー玉の弱点を見事に補完している設定だと思います。当時ミニ四駆やヨーヨーはルールに基づいていたけど、ビー玉は無理やり自分で遊びを考えて楽しむ面白さがあったのをこの漫画は支えていたと思います。続いて戦略性。先ほど説明した通り、サバゲー的な要素のゲームに対してきちんと戦略を立てて挑むところが面白い。その時にキャラの配役が生きてきます。チームのブレーのガンマが戦略を立てる、相手のビーダマンの性能が戦略を覆す、戦局が壊れかけて、焦るガンマ、卵のパワープレイで時間稼ぎで、サラーがチームを落ち着かせる、そしてガンマが新しい戦略を立てる、また敵が戦局をひっくり返すという目まぐるしい展開が試合の中で起きます。この漫画のバトル描写っていうのは、よくありがちな超強敵のワンサイドゲームを一発逆転っていうのはあんまりありません。常に拮抗して戦局がどったまったひっくり返るところが面白い。これはガンマがただ冷静な司令塔だけでなく、直情的な短所があったり、卵が単純バカなんだけど一発逆転のパワーを持っていたり、サラーは精神的に弱さを見せることもあるけど、ここぞという時にチームの精神の柱になったりすると、一長一短の個性のチームワークが、物語の歯車とがっちり噛み合ってるところが爆発的なんだと思います。
そして最後に開発門としての面白さ。この漫画の持ち味は、目まぐるしく変わる戦局。これを成し得るのがビーダマンの性能。敵の想定を超える性能のビーダマンを使う。敵も、こっちの戦略を覆すビーダマンを開発してくる。これがあるから番狂わせに説得力が出るわけです。ここで念を押しとくと改造ではなく開発なんですよ。まあ、ざくっと歴史を見てみましょう。まずはビーダマンを飛ばす先のビーダマン。もともとボンバーな見た目だったが、半径の都合で復刻版は修正されたので、あえてそっちのモデルを紹介しました。この中に空洞を持たせて連射を可能にしたのがスーパービーダマン。そしてスーパービーダマンに拡張性をもたらせるために開発されたのが OS ギア。 OS ギアの性能を生かすためにホールドパーツの形状を変えた OS ギアビーダマンも開発されます。そして開発が進むと OS パーツと本体をもともと同一機構にした PI ビーダマンが開発。このシリーズは結構尖った機体が増えていきます。そして複雑化が進みすぎたビーダマンに互換性を持たせるために開発されたのが PIX フレームという内骨格を持たせることで、それぞれの機体のパーツに互換性を持たせる。そして戦いの苛烈化に伴い再度先鋭化させていきます。そこで生まれたのが一体化フレームの R ビーダマン。これによって再度尖った機体が増えます。さあ、こうなってくると互換性と独創性の両立が迫られてくる。そこで連動性のあるトリガーとホールドパーツのコアユニットは一体化させ、その他に互換性を持たせた E ユニットが開発されます。どうでしょう、これは紛れもなくね、やっぱ開発なんですよ。互換性と成果を交互に繰り返しているところが実に本格的ですよね。これが漫画の物語のニーズときっちり噛み合ってるところがいいんですよ。だから新機体登場っていうのは漫画上の逆転の一点にもなるし、ピンチを招くトリガーにもなります。しかもそれが新商品として僕らの手元にも届くと。つまりスパビーの面白さっていうのは、情熱的な主人公たちがいて、常に目まぐるしい戦局の中戦略を立て、開発に奮闘し根性で暴れ回る漫画だ。そんな漫画から生まれた新機体は、新しいおもちゃじゃなく紛れもなく卵と僕たちの戦いの歴史だったんですよ。そりゃ売れるわ。他にもいっぱい語りたいことはありますね。あのマドカとかね、あと風のビリーとかね、大好きなんですけど、まあ、今回は一旦ここまで。ビーダマンはね、ヨーヨーミニオークベイブレードと比べると正直知名度は落ちるし、遊び方よくわかんないところあった。実際あった。公園でね、遊んでて怒られたこともあった。そんな時代の思い出ビーダマンが令和の今ね、いろいろな弱点を再開発されてホビー業界戦うというニュースを聞いてね、僕らの世代の胸が熱くなる理由には、僕らの胸の中にね、あの日のビー玉シーが残っていたからかもしれません。はい、最後です。ボトルマンの発表を聞いた時はね、もう正直ね、悔しかった。スパビー世代の僕はビー玉が不人気で、どこか後ろめたくこそこそ遊んでて、でいつの日か忘れてしまってるところがありました。でもね、そんな中この世界に、僕が忘れた中ね、ビーダマンを別の形で蘇らせる熱い連中がいたっていう事実がね、非常に悔しい。まあ、なんで悔しいって感じるかわかんないんだけど、俺は何してんだろうなって、そんなことを思い出してしまった。俺は一体こんなとこで何をしてるんだと。とりあえずボトルマンは、あの在庫が出たタイミングで買います。あの冬のクリスマス商戦でおそらく新機体が出るはずなんで、旧機体の在庫が出てくるはずです。だからそれを減らすのが僕の仕事だと思いました。あとはね、あの何だろう、税金を納めようか。あとはね、あの働いて税金を納めます。あの子供たちがね、あの楽しくあのボトルマンで遊べる社会を作るために、あの税金を納めようかなと、あのまあ元々納めてるんですけど思いました。ちょっとボトルマンはね、漫画とタイアップしないっぽいんですけどね、まあこれからもどんどんね、ホビーアニメとかホビー漫画がね、子供に夢を与えて、お父さんお母さんの財布を減らして、勉強の時間をガンガン削って、で結果世の中を豊かにしていってほしいなと、僕は常々思っているので、ボトルマン、発売非常に楽しみです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またネットのどこかでお会いしましょう。